目が覚めたかね。あなた誰なの。さあね、目的は何。目的、それは君が一番よく知っているはずじゃないか。じゃあサイモンは。悪いが中身は捨てちまったよ。そういうことだ、ニーナ・ロエル。パッキーさ。ホテルの規則守るのと、その面にでかい穴が開くのと、どっちがいい。さて、そろそろ迎えに行くとするか。迎え？とばけるんじゃないよ。知ってるんだぜ。あの首飾りと、そしてあんたの娘。その二つが揃わなきゃ儀式は完成しねえってんだろ。お願い、パーティーにだけは手を出さないで。手を出さないでか。そりゃそうだよな。そのために実の娘と別れ別れにならなきゃなんなかったんだから。あ？パーティー？やっぱり、お母さんなの？パーティー、逃げて！やっぱり、お母さんなのね。いいから、早く逃げなさい！これは嬉しい計算違いだぜ。まさかお嬢さんが自分でそいつを持ってきてくれるたな。やっと俺にも運が回ってきたってわけか。さあ、その首飾りを持ってあの祭壇の前まで行くんだ。待て、この男の言うことを聞いてまた。お母さん、おめえは黙ってろ。さあ早くするんだ、でねと。ダメよ、待て。やめて、パーティー。さあ、これでいい。じゃあお母さんを話してくれる。おいいとも。しゃー、お母さん。これで俺は四天王にも勝る魔界の王になれる。お母さん、お母なんて、なんてこと。お母さん、ついでにこのホテルから全員追い出しとくのを進めるぜ。一度にできるかよ。